今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は539人でした。前の週の同じ曜日を16日連続で下回りました。感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の539人です。直近7日間の1日あたりの平均は571人で、前の週の87.8%となりました。 年代別では20代が最も多い160人、次いで30代が115人、重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は44人でした。重症の患者は前の日から8人増えて78人となりました。また、70代から90代の6人の死亡が確認されました。